週間の失業保険申請件数が予想を下回ったことを受け、木曜日の株価は下落して引けた。投資家は今夜発表される雇用統計に注目し、雇用市場の減速の兆候を探ることになる。ナスタックは9月27日につけた安値をまだ下回っていないため、株価上昇の試みはまだ続いています。つまりまだフォロースルーが出る可能性はあるということ。一方、S&P500 指数は9月の安値割り込んでしまっています。しかし今なんとか200日同意金銭で支えられているところ、アメリカ 昨年下り回りは4.71%まで低下今週付けた16年ぶりの高値からはわずかに下落しています IBD によるとマーケットは調整局面今週そろそろナスタックのフォロースルーが出るかに注目最新の市場のセンチメントを見ると恐怖、強欲指数は未だに極度の恐怖となっていますビックス指数は少し下落18.49ブットコールレシオおとといに1.31と急騰し買いシグナルを発した後昨日は1.04まで落ち着いていますそして最新の AAR AI センチメンメト調査がが発表ありりましたたそこででは弱気心理が5ヶ月ぶりの高水準となっていたんです最新の AAII センチメント調査では株式の短期的な見通しに対する個人投資家の悲観的な見方が3週連続で上昇した一方で強気のセンチメントも4週間ぶりに上昇したということ今後6ヶ月間の株価上昇を予想する強気センチメントは2.3ポイント増の30.1%に回復しかし上昇したとはいえ楽観的な見方は過去平均の37.5%を 下回っています逆に今後6ヶ月間の株価下落を予想する弱気センチメントは0.6ポイント上昇の41.6%小幅ながら悲観的な見方は2023年5月4日以来の高水準となっています弱気心理が過去の平均値31%を上回ったのはこの7週間で5度目ということ今弱気センチメントは2週連続で異常な高水準を維持しているんです歴史的に S&P500 指数は現在のように弱気センチメントが異常に高い数値となった後の6ヶ月間と12ヶ月間に 平均ををを上上回回るるリリタターーンンと、とと中央値達成してきたということなんです。つまり、センチメントがかなり弱気に傾くときは、株価はその後上昇しやすいということ。そして最近は市場のセンチメントが弱気にかなり傾いているということなんです。つまり、今後の株価上昇が期待できるということ。 さて、サンフランシスコ連議のメアリー・デイリー総裁が発言していました。彼女は、労働市場とインフレが冷え込み続ければ、FRB は追加利上げを控えることができると主張したんです。金利を据え置くことも積極的な政策行動だと述べた。最近のかなり引き締まった金融情勢がタイトなままであれば、さらなる行動を取る必要性は低下する。彼女が注目しているのが最近の長期金利の上昇。長期金利は9月の FOMC 以来上昇傾向にあります。アメリカ30年債利回りは今週4.85% を超え2007年以来の高水準に達したメアリーデイリー総裁は最近のこのような債券市場の引き締めは約1回の利上げに相当すると述べていましたつまりもう FRB が何もしなくても最近の債券利回りの急上昇で金融コンディションはかなりタイトになっているということなんです今 FRB のメンバーは金利を再び引き上げる必要があるかどうかを判断しようとしているんですちなみに前回の FOMC で発表された予測によれば FRB メンバーの19人中12人が今年中の再利上げを支持する する意向を示しています。 今、歴史的に見ても、ものすごい国債の暴落が起こっているんです。国債の暴落は、史上最悪の暴落にランクインされるということ。今回の債券市場の暴落は、過去の最も極端な市場のメルトダウンをしのぐ勢いなんです。ブルーンバーグによると、満期が10年以上の国債の損失は、2020年3月以降46%に達し、30年債は53%も急落した。これらの損失は、最近の歴史上最悪の暴落時に見られた、株式市場の損失にほぼ匹敵するんです。例えば ドットコンバブル崩壊時に株式が49%。リーマンショックの2008年の余波で57%も株価が暴落。今それに匹敵するような下落率が国債を襲っているんです。過去の債券市場のメルトダウンと比べると、長期国債は歴史上、今回が最も極端な暴落に見舞われているんです。その損失は、1981年にアメリカ10年下り回りが16%に迫った時の2倍以上になっているんです。今トレーダーはインフレの再燃を懸念して売りを続け、今年に入り国債の大量発行 再建価格を圧迫したその結果長期債入り回りは2007年以来の高水準まで上昇しているんですそして30年債入り回りは数十年ぶりに5%の壁を越えた投資家たちは現在4.7%で推移しているアメリカ10年債入り回りも同様の展開になると予想していますビル・ワックマン・レイ・ダリオビル・グロスこれらの著名投資家はアメリカ10年債入り回りが近いうちに5%に達すると予想しているんです そして、日本の国債にも注目。日本の国債は、市販機ベースで、過去20年以上で最悪の下落となる見通し。7月から9月期に、日本の国債は3%下落し、1998年以来最大の下げとなった。インフレ圧力が長引く中、金利が高止まりするとの見方が強まっているためです。また、日銀が金融緩和を縮小するのではないかという懸念が、国債の下落を加速させた。モルガン・スタンレー、MUFG 証券は、日銀がマイナス金利政策と YCC 政策を来年1月に 終了すると予想しています。 最近一気に原油価格が下落しています。世界の需要見通しが不透明となり、原油価格はさらに下落。今日は1.6%下落の82ドル。おととい水曜日の急落はガソリン需要の減少を示す。エネルギー省の終時データを受けたもの。JP モルガンは夏の高値と季節的な旅行の原則から石油需要が弱まる可能性があると警告しています。JP モルガンのナターシャ・ケネバ氏は需要破壊は始まっている。世界的な石油ストックの引き上げは終わったと指摘した。またエネルギー専門家のポールさん サンキー氏は今後数ヶ月はガソリン価格の下落が予想されると述べた。世界の石油市場はアメリカのガソリン消費量に大きく依存しています。そしてその消費量は週ごとに一貫して減少しているんです。サウジアラビアが原油価格を高騰させすぎた。サンキー氏は今後、サウジアラビアがさらに減産する可能性は低いと述べています。同国はすでに日量900万バレルまで減産しており、これ以上の減産は同国の原油市場シェアを損なうことになると指摘しています。需要が減少を続けているため、今後数 ガソリン価格は下がるだろうと彼は述べています最後に個人的にものすごい重要なニュース今僕の大好きなオレンジジュースの価格が急上昇しているんです2020年の安ス以来オレンジジュースの価格は315%もの大幅な上昇を見せている今年だけでもオレンジジュースの価格は105%も上昇しているということなんです <music>